世界が怪物と評する遺災の凄みは体感した者にとって鮮烈な記憶として焼き付いている。WBO 世界バンタム級王者のジェイソン・モロニーにとって20年11月に退治した井上直也、大橋は文字通り未知なる体験をさせられる模者だった。動画、モロニーが膝から崩れ、 病院送りとなった一撃井上直也の衝撃 KO をチェック舞台はコロナ禍で無観客という異様な雰囲気が漂うラスベガス。普段の華やかさなどなく、限られた関係者のみが立ち入りを許された場で、日本が生んだモンスターは進化を発揮する。決着は衝撃的だった。序盤から攻勢を強めて主導権を握っていた井上は、6回に左フックで初ダウンを奪うと、 続く7回には渾身の右ストレートによるカウンターを炸裂させる。これを頭部に受けたモロニーは力なく膝から崩れ落ちた。試合直後に病院へ直行したモロニー。敗北の記憶は未だ色褪せない。32歳になった彼は現地時間7月22日にイギリス老婆専門誌ボクシングニュースで当時を解雇している。 まず、下馬表で格上と見られていた井上との対戦が、人生に一度のチャンスだった、というモロニーは、彼のようなボクサーを倒せば、スーパースターになれる。キャリアは急上昇し、世界は自分のものになる。要するにハイリスク、ハイリターンだった、と舞台裏を告白する。しかし、勇猛果敢に立ち向かった井上は異次元だった。 彼は僕の予想を遥かに上回ってきたんだよ、と語るモロニーは、こう続けている。彼のスピードは爆発的で、パンチはもちろんパワフルだった。だけど、何よりも信じられなかったのは足さばきだ。こっちが攻撃したい時に彼は被弾しないように絶妙な距離をコントロールする。あのステップバックは異常だった。僕の攻撃は届かず、瞬く間に彼のショットが飛んでくる。 彼の足と手の爆発力は想像していたよりもさらに波外れていた、猛烈な攻撃を受けたモロニーの言葉には説得力がある。そんなベテラン戦士は、世界を震撼させた KO シーンを、パンチがただただ見えなかった。彼のスピード、タイミング、パワーは想像していたよりもさらに良かった、と振り返っている。最後のダウンを受ける頃には、 意識こそあったけど、僕は自分がどこにいるかも分かっていなかった。人生であんな風に打ちのめされた経験は一度もなかった。僕が右を繰り出した瞬間、ジャブの上から彼が出したパンチのタイミングは申し分がなかった。僕はあれ以上のパンチを受けることはないだろうね。うん、ハイライトを見直しても、僕の首が大きく揺れて、耳の中で何かが揺らいでいるのがわかる。 実際に打たれた時に気づくんだよ。ああ、井上のパワーは本物だ、とね、来る7月25日に井上は東京・有明アリーナで、WBC&WBO 世界スーパーバンタム級王者のスティーブン・フルトン、米国とのタイトルマッチに臨む。世界が熱視線を注ぐ大一番を、楽しみだ、と語るモロニーは、フルトンへメッセージを送るかのように、インタビューを締めている。 井上のパワーは破壊的だよ。彼は無慈悲だ。これは当たる。で、ダメージを与えられると考える。あるいは相手に弱点があると感じたら、冷酷なまでに仕掛けてくる。その瞬間に、あのパワーが本性を表すんだ。異常さ、文、構成、ここからネクスト編集部。